皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、6月の26日、12時55分、これはプロ野球界やサッカー界やあとはまあゴルフ業界の方たちも含めて、まあご相談なんですけども、まあ今まで言った通り、まあできれば来年からでもそうしてほしいんですけども、まあメジャーリーグとかサッカー、ヨーロッパとかにこう行かれている人たちは全員日本に戻ってきてほしいと。世界中どこも少子化であると。で、各球団の数を減らすと。まあそれはそうなんですけども、例えば昨日 のプロ野球の試合、まあ多分おやつを食べたりしたせいで、試合中じゃないんですよ、合間の休憩時間ですから。メジャーリーグの試合も終わっている、でプロ野球の試合が始まるまでの18時、日本時間の18時までの間で、まあポテトチップス、その月曜日食べてた分の残りと、あとまあピーナッツチョコレートをちょっと食べたんですね。で、まあ、ロッテの方に大量の得点がいってるのは、まあ、その、おやつが原因であるっていうのは、それはなんとなくわかるんですよ。あとは、そのゲームのところですね、その休憩時間に、そのインターネットゲーム、我が天下や我が天下戦国風武っていうのはできなくなってる、状況なのかどうか、それは今日、まあ、通常の局に入るか入らないかとかで、まあ、はっきり分かってくると思う。以前言ってたんですよ、これプロ野球業界の人たちで覚えてる方たちいらっしゃるかもしれませんけども、その我が天下っていうゲームは、その感触はこう上がっていった時に、まあ、例えば少々とか上から2番目のところの感触まで来ると、まあ通常局20人以上のプレイヤーが現れるんですよ。でそこで統一って、その最後まで、まあ天下統一っていう形で、そのマップ、まあ中国のマップなんですけども、まあ他のプレイヤー、君主の人たちを、倒していってと。まあ同盟してるプレイヤー、もしくは単独の人が、まあ、他のプレイヤーを全て倒すという条件になってくるんですね。じゃまずありえないんですよ、20何人も現れて。で、しかも、少々とかそういう感触になってくると、国家所属っていう人たちがほとんどで、集団で全員同じ時間帯に合わせて、その通常局に入ってくるんですね。で、僕は今国家所属ではないと。で、国家所属だったとしても、それ、うまいタイミングで入らなかったら、ある程度バラバラになったりだとか、あとは国同士で、こう、つながりがあって、こう、まあ、勢力図がこうある程度分かれてるんですね。だから統一っていうことは、国家に所属していて集団で入ったとしても、じゃあその国のグループがもし勝てたとしたとしても、まあ同じように仲良くしてる他の国の人たちも入ってると、じゃあ誰が統一するんですかの話し合いになるんですよ。だからまず統一なんていうところまでたどり着けるかって言ったらまずない。で、以前その統一できたら、その日の試合勝てるだとか、そういうふうな条件、まあ結局頭の中の生き方とか、まあ他の人が頭の中を渡していたりだとか、解説席の人たちの喋ってる言葉の内容だとか、まあそういうふうな部分での対応という形になっていたんだとは思うんですけども、だからその辺のところも、我が天下とか我が天下戦後ホームに関して、それをプレイしてる時間の時はもう休憩時間っていう扱いにしてほしいんですよ。で、例えばじゃあ以前どういうふうな現象が起きていたかって言ったら、その我が天下とか我が天下戦国風武を長い間しなかった時どうなったかって言ったら、自分の提案で作ったゲームだったっていうことを忘れてるんですよ。もう我が天下のスタートのした頃なんか、もう最初の数年間ほぼ 100% 僕の提案通りに作ってるんですよ、もう丸々で。ああいうようなゲームって今までなかったんですよ、三国志系とかで。で、完全に全く新しい発想ということで、まあ実際我が殿下でダウンロードされてる数はまだ400万ダウンロードを到達していません。日本で8周年記念ですけども、まあ中国の方が先に先行して始めてますので、
約9周年ぐらいなんですね。で、もう一つの我が天下戦国武武に関しては、まだ多分 4万ダウンロードを到達したか到達してないかぐらいで、これ本当の人口で言うと、日本人って3000万人から4000万人ぐらいで、まあ、最近117番に、各都道府県複数本拠地制度だとか、どこのチームがJリーグ合併してだとか、そういうことを記載してるのがありますけども、あと、巡業する順番。そこで、人口欄を上の方に記載しますけども、本当の各都道府県のある程度その、まあ、その数字が一番近い人口の数字です。100% 正確かっていうと、誤差はある程度あるとは思いますけども、もう大体それぐらいだと思ってください。本当の人口の3000万人ちょっとの方です。っていうのは、これ行政関係の人たちもそうなんですけども、まあ JICA で行く人たちもそうなんですけども、日本とその他国、例えば政府の人でね、例えば日本の自衛隊の本当にものすごい上の方の人、幕僚長よりちょっと下ぐらいの人が、中国の人民解放軍の上の方の、同じような、ぐらいのところの方で仕事していたりだとか、日本で自衛官としてヘリコプターに乗っていて墜落して死んだことになっていて、他の国でそういう風になっていたりだとか、そのテレビの放送云々の仕方とかで、その他国に対して悪いイメージを持たれてる人たちの世代の人たちがいらっしゃって、まあそういうふうな変な方法を使用してるんだと思うんですけども、今、最近テレビで日本の放送されてる台湾の男性の新しい総統の方、まあ首脳の方ですね、あの人も、多分僕の家の横を歩いてると思うんですよ。あの人とちょっとだけ話したことありますけど、あの人に日本語はペラペラにしっかりとはっきりと日本人並みに話します。ユンさんもそうですよ。韓国の大統領の、ユン大統領、今は任期が変わる変わらないかぐらいの頃なんですかね。だからただちょっとね、まあ、台湾のその男性の総統の方なんですけども、まあ、電波でこの間聞かされた内容が、外からね、の声で喋ってるような声で、家の中にいる僕に向かって、向こうで言ってくるわっていうようなことをね、まあ言ってた人なんですけども、ただあの人もね、その隣にいる以前総統だった蔡英文さんっていう女性の方、台湾の、よりも横で並んで歩いてるとき、老けて見えるんですよ。で、蔡英文さんの方が若く見えるから、顔作ってるからそうなのか、それとも前後逆で放送してるのか、ある程度僕は指摘してから、アメリカのジョー・バイデンさんもまあ年齢が80歳ぐらいじゃないですか。で、多分以前の副大統領の時とかの映像を出してたと思うんですよ。ここ2年ぐらい前の頃とか。だから今見たらこうね、その年齢相応でこうまあおぼつかないと言いますか。だからまあそういう部分があって、まあ、ちょっと話が広がりすぎてあれなんですけども、そのゴルフ業界に関してもね、海外でプレーしてほしくないんですね、本当に。その夜中の時間だったら、メジャーリーグとかもサッカー界とかも全部同じです。どんなところであっても。で、まあそれでこの間ネーションズリーグっていうバレーボールに関しても、世界中の人たちが参加してるから睡眠不足になってたんでしょ、日本人の人たち。ただまあ他国の人たちを見ると睡眠不足になってないように見受けられる。じゃあ時間軸つなげられている人たちの方が損じゃないかっていうことになってくるじゃないですか。だからまあその辺のところでね、もう総合的に物事を考えると、エネルギーの残存量問題を重要視しなければならないのであって、人口がこれだけ極端に少子化がずっと進んでいた以上、
若い人たちの数が減ってるんですよ。だからゴルフの例えば予選に登録される人たちもう60人ぐらいにしなきゃダメなんですよ。で各自も自分の国で試合しといてというような形にしておいて、まあ、世界の4大大会だけ、まあ、ちょっと出場 しますみたいな形でね、その世界各国の各、まあ、ナンバーワンプレイヤーだとかそういうような人たちが行きますよと。それでいいんじゃないですか。もう経済周り的にも無理ありすぎるんですよ本当に。やたらと車を乗る人が増えて、自動車の生産の2025年にガソリン車の生産、停止だとか、その世界的なレベルでね、その確約されたニュースってまだ僕見たことないんですよ。本当は2024年の4月からマイナンバーカードで、自動で厚生年金に入れますっていうシステムを行う予定だったんですよ。でテレビでもその予定ですで1年ぐらい前に放送されてるんですよ。その今までその厚生年金をしっかりと入れてなかったがゆえに、一月15万円までたどり着けてる男性の人は 50% ぐらい、女性は 30% ぐらいなんですね。これは現実なんですよ。で、まあ、マイナンバーカードっていうのは行政であって、結局厚生労働省の管轄であって、厚生年金は半分会社が出してくれるものであって、介護保険料も。だ所得税の控除とかにも使えるから、厚生年金絶対入っておいた方が後々得なんですよ。年金、国民年金だけの金額見てびっくりしましたね。5万円台でした。以前僕間違えて7万円台って言ってたような気がするんですけども、5万円台でした。だから、いやもう厚生年金のその掛け金見たら全然違うっていうことが分かるんで、厚生年金ずっと加入してなかったら話にならないんですよ。で、とりあえず厚生年金に入って、それなりに60歳まで、ちゃんと働いていたら、まあ大体の人は2000万円に掛け金が到達するんですよ。会社が得するかどうかの、この最終的な話はどうなるかって言ったら、最低賃金とか上がってきた以上、役員の人が損するかどうかなんですよ。で、役員の人を見たら、大抵の人は高級車乗ってるじゃないですか。もういいじゃないですか。エネルギーの残存量問題がメインなんだから。その人たちがね、所得少なくなっても。なんかそちらの世界の方が正しいような気がするんですよ。末端の人たちが、仕事場、例えば買い物行った時とかでも、たまに仕事遅いと見かけますけども、いや、ダメでしょって僕なんか思ったりするんですけども、その仕事場でね、早く動いて、効率性を高めて、しっかりとした収益性っていうのをね、今まで、実践してきた方で、ほとんどの職場の人たちではそのはずなんですよ。商業原理があるはずですから。そういうことを考えたら、例えばね、今メジャーリーグにその日本人選手が助っ人として行っている以上、やっぱり活躍してそこのチームに貢献しなきゃならない部分と、かたや、メジャーリーグでまだ優勝したことのない球団、もともとそういう球団にダルビッシュとかも行ってたんですよ。去年レンジャーズが優勝できましたけども、レンジャーズはもともとワールドシリーズで優勝したことなかったんですよ。で、今パドレス行ってますけども、パドレスもまだ優勝したことないんですよ。松井裕樹投手も、そうですけど、まあ、パドレスに行ってくれてるじゃないですか。まあ、私の方でも、いろいろ対応して、今日も、パドレスが勝つのは濃厚ですね。まあ、ホームページ、淡井圭介にできる一番見てもらったら、朝の9時ぐらいから、起きて、大体二度寝してますね。それしなかったら無理なんで、夜中とかに起こされてるんで。だから、その我が天下とか我が天下戦国部、まあ、今日、メジャーリーグとそのプロ野球の間の時間帯にプレーしてみてね、今日どういうふうな結果が出るかって、することはしてるんですよ。どう考えても。で、ある程度僕が関わってる作品だから、何がどうなってるか自分でプレーしなかったら、操作性すら忘れてしまうんですよ。
やっぱり1年間以上もしなかった、どうだったっけなって、やっぱりこうなるんです。で、新しいものとか増えたりしてるから確認しなきゃならない。で、その内容とかはやっぱり僕はこう YouTube とかで喋ってる内容とか、そういった内容を、テレビに向かって今まで言ってた内容とかを反映させて、まあ書いてる文章とかもそうですけども、で、あのゲームは作られています。で、正直これ、まあ現在会社は別光さんですけども、その別光さん、我が天下とか我が天下戦国風を作ってる方たちとか、その株主さんに深く理解していただきたいんですけども、その裁判進めていってね、その 2.5% の権利者としての収入っていうのを、いただけたら、全体売上なんですよ、金額めちゃくちゃ大きいっていうのは分かってます。それ元手にして、僕はもう地元でこう撮影したところの河川に、河川水門開閉式、ダム、地下水流ストレートトンネル発電、海底扉式のものを設置していきたいんですね。それしなかった、とにかく何か実証しなかったら、まあスポーツ界からのお金とかもそうですけども、それしなかったら、投資なんか誰もしなくなるでしょう、利益上がらなかったら。まあちょっと話がスポーツ界から横道それてますけど、スポーツ業界も皆さんからそのまあ年金利の5分つけて、それが例えば給与の算定表通りのような払い方になるのか、また違うような商業原理的なところで、まあ実際僕はワールドベースボールクラシックとかで結果出してますから、もうどれだけしんどい思いして買ってきたかっていうのは皆さん理解していただけるかとは思うんですけども、まあそういったものをでも作る方にも回したいですし、ただ僕には僕の生活がありますから、まあ、基本的にテレビ局で僕の提案した番組とかをテレビで放送しておいてもらって、まあ視聴率はいいものですよ。で、そこで特にエネルギーの残存量問題とかそういったものを意識した番組だけにしておいて、あと内容の良かったものとか結婚関係とかのことでも、要は何しに日本へとかでも、もともとは僕からの提案の番組かどうかは分からないんですけども、まあ、ああした方がいい、こうした方がいい、こういうふうなところを撮影させてもらいに行ったらいいですっていうところで、良い内容とか撮影できたりしてるんですよね。だからそういうふうな良い内容の番組だけを残す、二社二社合併、夜中と明け方の番組をなくす、報道も本当のことだけを放送するに変えて、世の中しなきゃならないことはこんなにたくさんあるのに、以前の事件とか放送して何を手抜きしてるんですかと、まあ、こういうことになってきますから、だからその辺のところを大きく変えなければならない。まあちょっとスポーツ業界の話からだいぶ話しておりましたけども、ゴルフ業界とかに対して何が言いたいかって言ったら、まあ木金に関して、例えばね、メジャーリーグとプロ野球の間の時間帯に、我が天下とか我が天下の戦国風をプレイする時間っていうのは欲しいんですよ、僕としては。で、今日ホームページ、淡井圭介の日記の一番に記載してる内容の通りいいと思うんですよ。だからその時間帯は休憩時間っていうことで。それでよくありません？寝てる間も休憩時間っていうことで。そうじゃなかったら労働時間にこれ無理ありすぎます、本当に。以前なんか昔なんかね、夜中までスポーツの勝ち負け、ね、例えばゴルフの松山英樹を世界ランキング一時的に1位だとか、錦織圭選手を世界ランキング4位だとか、大坂なおみ選手もそうですけども、まあ他にも宮里藍だとか、もう名前挙げたらきりないですよ。もう、こんなにたくさん無理じゃないですかっていう話になってくるわけじゃないですか。冬は冬でフィギュアスケートとかがあったりだとか。羽生結弦、彼の件とかもありましたし、まあ、それまで安藤美姫とか浅田真央が実際子供の頃に会いに来てたとか、高橋大輔がとか、それはもう日本人だけじゃなくて海外の人も来てましたから、子供のうちから、僕の勤務先のホテルとかにサンプレス六甲でもだいぶ集まってましたけども、そういうのはちょっと全然やめて、その海外留学っていうのをやめて、特にスポーツを中心としたもの、やめてくれなかったらエネルギーの消耗っていうものが大きすぎて、だから正直
これプロ野球の試合とかに、ね、影響出てこないんだったら、その J リーグの試合とかに、まあまあ、日本代表戦もそうですけども、その間休憩時間で普通は認めるはずなんですよ。労働時間がこれ全部総合すると1年間で見たらとんでもない労働時間になりますからですよね、どう考えても。で、いやだから、まあその時間帯によるから、正直そこ運も出てくると思うんですよ。予選影響が出てくるのであれあるとするのであればですよ。でこれを各国自分の国でゴルフしといてくれたら、誰が代表 になって、その世界戦4団大会4大大会に出るのかっていうところが決まってくるだけであって、あんまり僕としても日本国内のゴルファーの人たちのことを、気にしなくてもいい。もう今ほとんど気にしてないんですよ、はっきり言って。で、ただし、まあ、海外のメジャーとかに関しても、アメリカとかでも、朝から回るわけじゃないですか、ラウンド。だから日本時間で言うと、アメリカの、アメリカの朝の時間帯、まあ、場所によっては、例えば日本では、大体昼間ぐらいから。で、当然僕、その時間帯遊んでない時とか多いですよね。土日とかだったら、プロ野球とかが昼間とかに試合あるわけじゃないですか、J リーグとか。で、その時間帯遊んでるわけないじゃないですか。もう大体試合が終わるまで、今までのケースで言うと。だけども、それって負担がやっぱり大きすぎるんですよ。去年のあの僕のあの爪の状態とか、いかにどれだけ栄養不足で、大変な目に遭ってたかって言ったら、もう人権がないがしろになってる。ルール法律じゃなくなってしまってますから。だからまあその辺のところで、まあ、木曜金曜日とかも、だからまあやっぱり遊んだらならないルールに関しても、これはもう、考え物だと思いますよ。もうすぐオリンピックも近いですし、パリオリンピックは。で、これもその時期乗り切れるかなどうかなっていう部分で、で世界の国からしたら相対的に見ると、ね、自分たちの国だって何か、ね、世界一になりたいとかあるでしょうから、かといってそれで僕の頭の中はつかもなしですよ。その他国まで請求できるかって言ったら、スポーツの世界で。それはもう難しすぎる話であって、まあ、日本人として、例えばメジャーリーグに行って大きく活躍した選手関係とかでね、まあある程度金一封とか、そういったことは、考えられると思うんですけども、まあこれを訴訟したとしたらですよ。まあ裁判所からは、こんなに、淡井さん頑張ってるんだったら、だからまあお金払ってあげなさいになると思うんですよ、普通考えたら。だから翔平がこの間3試合連続でホームラン打ったり、今日ホームラン打ったりしますけども、この間3試合連続ホームランのうち、そのうちの2日は雨の中僕河川の撮影行ってるんですよ。当然遊んでないに決まってるわけじゃないですか。傘差しながらですよ。それはそれで、まあまあ大変なんですけども、まあ基本的なことを考えたら、もう6月の中旬下旬ですから、さすがにこれぐらいの時期来たらだいぶ気温高いんで、まあある程度曇りとかそれぐらいの日の方が、まあ肉体的負担っていうのはもう夏場とか、例えば7月8月とかでもう完全に快晴ですごく日が照ってる中、あんな天気の中、丸一日中ね、ほぼ歩きっぱなしでほとんど撮影なんか、もうそれはもう体力を持たないですよ。レンジャー部隊の人でも、それ連日なんか、まず無理だと思いますよ。2日連続、3日連続とか、もう次の日動けなくなると思いますよ。それが普通の人間の、まあ、今日も一応、今自分は懸垂どれぐらいできるかな、という形で、まあ、多少ちょっと、呼吸が乱れてる状態、からのスタートではあったんですけども、まあ、懸垂ストレートで10回できました。まあ少し足を曲げるような形で、まあ腹筋も同時に
鍛えれるような懸垂の仕方なんですけど、ただし腹筋の力も使ってるから上には上がりやすくにはなるんですよ。まあ、自分で懸垂してみたら分かると思うんですけども、まあまあその方式ですけども、まあ一応ストレートで今日10回はできてます。まあそれぐらいまあ体作りはまあできてきてるということなんですけども、まあ足の方はね、特別こう走ったりとかじゃなくて、もう毎日日々重たいリュックとか裁判用の書類のカバン両方持って買い物とか日々歩いてますから、もうそれである程度足腰の筋肉は維持できる。それプラス河川の撮影行って足腰鍛える。まあ次の日とかはもう足腰にはできるだけ負担がかからないような形で、でまあそれでまあ足の筋力っていうものはまあ強くなっていくはずですね。あとはまあ河川の撮影行った後、足の、まあ、疲れが、まあ、2日ぐらい経過して、まあ、だいぶマシになってきたら、まあ、今日も高速もも上げ、2セット、メジャーリーグの試合が行われている間にしたりだとか、まあ、その他の筋トレだとか、まあ、そういったこともしてます。まあ、その間に、まあ、懸垂ストレートで10回の時ですかね、翔平がホームラン打ってたのは。まあ、それから動画で撮影した2本のバーにこう全体重を乗せての腕立て伏せですね。まあ、そちらの方もストレートで10回だったんですけども、それは、懸垂をストレートを10回した後で、まあ、まだある程度1分ぐらい時間空けて、呼吸整えてたんですけども、まあ、まあ、それでもまだちょっと呼吸が乱れてる状態だったんですけども、あとまあ、腕に負荷が先ほどかかった状態っていうところからスタートでしたんですけども、まあ、10回は、難なくというところですね。まだ回数を増やせそうでしたけど、まあ、数え間違えたらもうあれなので、失敗ということになってしまったら困りますので、まあ、数、分かりやすいように10回10回にしておいて、その後また呼吸を整えてから懸垂5回と2本のバーの上から、まあ、腕立て伏せ5回、まあそのあたり5回5回は、呼吸整えた後10回終わった後でも、まあ、まあその辺は難なくというところですね。あんまりしすぎても腕の筋肉は痛くなったりするので、その後腹筋背筋腕立て伏せで、まあ、基本的にまあ30回ずつ行って、まあ15回ずつで見るとまあ2セット分終了だとか、まあこの間はストレートで45回ずつ行ってまあ3セット分だとか、まあそういうふうな形で行ったりしてるんですけど、まあまあ懸垂の方と2本のバーのその腕立て伏せみたいな形でだいぶ今度腕立て伏せの時のそのセット数のところに影響が出てくる。まだ腹筋が甘いんで、その腹筋と背筋が。だからちょっとまあ懸垂とかはもう15回ずつぐらい止まり、まあ晴れの日じゃないとできませんけども、まあ曇りの日でもできますけども、雨の日はまずできない。で、まあできるうちにしとこうかなという形で、まあ15回ずつぐらいにしといて、あとは腹筋を打って背筋の、腹筋、背筋、腕立て伏せのそのセット数を、増やすというような形でいいんじゃないかなというところですね。あとまあ重たいそのリュックとか書類、その裁判用の書類を入れてるカバンを持ち歩きながらその移動するって、それはそれで足だけじゃないんですよね。他の腕の筋肉とかも結構多分影響を与えてると思います。まあ、今回の動画に関しては、その、我が殿下と我が殿下戦国武武を行ってる時間に関しては、休憩時間という形で物事見てもらったら、物事見てもらわなかったら、これ一月の労働時間、これ一体どうなってるのというような形になるわけじゃないですか。で、月曜日は一応、プロ野球業界休みですから、日本の、まあ、サッカー界も休みですから、休日っていう日で、まあ、労働基準法、いやその関係のところで一月休みは4日は絶対必要ですから、まあ法律で話詰められてもこちらも困るわけですから、順位とか、まあ成績とかもそうなんですけど、そこはしっかり守っておかなきゃならない。で、
まあ、ただしメジャーリーグの方はあるんで、だからまあ月曜日のところは、まあ、スーパーボランティアみたいな形にしてるんですよ。とりあえず14時までにはメジャーリーグの試合全部終わりますから、その間に、自分のまあ裁判関係だとか、他のこと、まあ、筋トレ関係とか、そういうことを行って、でまあ、それからまあ自分の本当のプライベートの時間帯だったりだとか、まあ、そういうふうな形ですね。まあ、それはそれ、スーパーボランティアの時の方が、正直打ちますね、ホームランの数。まあ、その辺のところは、まあ、翔平のその、打ってる曜日とかをこう見てもらったら分かると思うんですけども、そういうことをホームページは、圭介の駅の一番に、月曜日は、まあ、ボランティアでみたいなことを記載しますけども、基本的には休みですから、その辺のところ、まあ、能登半島の方たちに、被災地に寄付金を出してくれてるわけですから、まとまった金額。まあ、その辺のところで、まあ、月曜日、まあ、そういうふうな形、まあ、スーパーボランティアみたいな形で、対応してるだけであって、まあ、他の日を見ると、普通にまあ、労働時間として物事を見ると、その遊んではならないルールを適用してしまうと、いろんな業界に結局っていう形になるでしょう。だから、労働時間が多すぎるんですよね。厚生労働省で定めてる一月の労働時間は220時間であって、で、まあ、1年間のトータルの労働時間は2500時間までにしなさいというのが厚生労働省の、判断であって、正直ね、間に我が店が戦国風靡した方がその日一日は楽ですね。この間2日間、月曜日と火曜日してみて、もともと自分の提案でできたゲームですから、それすらできなくなってしまうようなルールを使用していた方が過度の違法行為ですから、だからその辺のところで、まあ、物事を見てもらったら、我が店か戦国風靡を知るときは休憩時間ということで見てもらえて、まあ、試合の勝ち負け、その試合中じゃなければ良いというような形でいいんじゃないですか。だからもうそのあたり、ゴルフの人たちは、だから、まあ、これから夏場になってきたら、土日祝日に関しても野球サッカーもナイターになるでしょうし、まあ、まあその辺のところで、仮に朝から遊んでいたとして、我が店が戦後風靡で休憩時間になっていたとして、全員に影響を与えるんだったら、それごぼうじゃないですか。そう思いません？あとはまあ木金で、ああまあそうですね、木金の予選、日本国内の、まあ、その辺のところ運じゃないですか。9時でしたっけ、何時ぐらいから回るとか。だからまあ、60人したらいいんじゃないですか。そんなに朝早くからお客さん来ないでしょう、正直。ゴルフの試合に関しても。で、本戦でまあ30人ぐらい。それでも余計な経費を抑え込んでいくしかないと思いますよ、どこも少子化で。もともとゲーム業界もずっと企業合併でどうにかしてきた方ですから、どこも同じですよ。百貨店だろうが、マクドナルドだろうが、もうどこの国も同じです。そういう放送も、まあ、今から5年ぐらい前か7年くらい前にだいぶテレビで放送したんですけどね。もうとりあえず今日、そのメジャーリーグの試合が終わってから、その我が店か戦国風靡をしてみて、まあ今日野球の結果はどうなるか、まあそれ見てからですね。以上です。皆さん長い間、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と着信通知の設定と、まあ淡井さんの動画を見た方がいいよと、まあ身の回りの方に、
伝えていただけたらなと思います。以上です。